マクビティはイギリスのユナイテッドビスケット社が所有するビスケットの商標である。マクビティブランドは1830年にロバート・マクビティがスコットランドのエディンバラでパンの製造販売所として開業した。最初のビスケットは新入社員のアレクサンダー・グラントが1839年に開発した。重曹を多くが有して消化に作用する世界で、 初めてのビスケットであることから、マクビティダイジェスティブビスケットと名付けた。1925年に開発されて今日も親しまれる、片面にチョコレートを塗布したビスケットは、イギリスで1年間に7100万パッケージ以上、売り上げて1秒に52枚の割合で食されている。1985年に、多くのシリアルやドライフルーツを混ぜた、ホブノブ味。1987年に、 ミルクチョコレート味などもそれぞれ発売された。工場1973年明治製菓が日本国内におけるライセンスをユナイテッド社と契約し合弁会社の明治幕テを設けて発売し2019年8月まで販売した。2019年明治製菓を継承した明治がライセンス契約の満了により製造と販売を終了した。 2019年菓子卸業者山星屋のグループ会社モントワールがシンズとニブルズを発売した。2020年4月6日ダイジェスティブビスケットを販売開始。ありがとうございます。